毛利本体ってのはどうなってんだよ。お待たせして申し訳ありません。もう間もなく到着するものと。おや、別の方がおいでになったようですね。秀吉、何しに来やがった。もうええじゃろう孫一、これ以上抵抗続けて何になるんじゃ。降伏勧告か、くだらねえ。そうではない孫一、わしは信長は最下衆の俺の仲間の敵だ。お前もその敵の先棒を担いで俺の敵だろうが。孫一、敵でもねえ、それでもわしはお前を死なせとはないんじゃ。うるせえ、さっさと失せろ。さもなきゃ俺がここで。あなたが羽柴秀吉殿でしたか。お初にお目にかかります。小早川高影と申します。おう、毛利の両線の片割れじゃったか。和議の勧告であれば叱るべき手順を踏んでいただかなければ。こたびは一度お戻りください。いや、わしはそうじゃな、失礼いたした。余計なことしやがって。何のことです。それよりあなたと秀吉殿があれほど遊戯で結ばれているとは知りませんでした。何見てやがった。俺はあいつを。秀吉殿は死を覚悟であなたを救おうとし、あなたは秀吉殿に謀反の疑いがかからぬよう追い返した。そのように見受けられましたが。その目は飛んだ節穴だな。毛利の両線も大したことはねえ。さようですか。若輩者で申し訳ありません。信長を討つまで俺は止まれねえんだよ。同じ思いの者も多いでしょう。織田から寝返る者さえいるぐらいです。松永久秀か、あんなのと一緒にするんじゃねえ。これは失礼いたしました。秀吉殿のような方が天下人であればこのような戦も起こらないのでしょうね。たらればの話をしててもしょうがねえよ。始めようぜ。はい、毛利本体が来るまで何としても持ちこたえましょう。